清涼寺は、京都府京都市右京区佐賀にある浄土宗の寺院。三号五大山と称する。佐賀釈迦堂の名で知られる。本尊は、釈迦如来、海岐は、長年、開山はその弟子の生産である。宗派は初め家下言宗として海山し、その後天台、真言、念仏宗を兼ね、室町時代より、有数念仏の道場として発展した。また、幕末まで、 アタゴヤマハクの山下別当寺であった歴史を持つ。この寺の歴史には、阿弥陀三尊を本尊とする聖霞寺と、釈迦如来を本尊とする聖涼寺という二つの寺院が関係している。この地には、もともと佐賀天皇の御子、左大臣源、徹の別荘、住か、霞館があった。源の徹の一周期にあたる官兵八年。 トールが生前に造流発願して果たせなかった阿弥陀三尊像を子息が作り、これを安置した阿弥陀堂を聖火墨寺と交した。その後天行八年に、茂明神新妃品が神道を建て、等身大の釈迦像を安置した。一説では釈迦堂の名の起こりはこの時であるという。聖火墨寺早々から数十年後、当時の中国、宋に渡り古代山を巡礼した長年という、 東大寺出身の僧がいた。長年は僧へ渡航中の985年、大衆の開源寺で現地の物資に命じて一体の釈迦如来像を禁刻させた。その釈迦像は古代インドの腕王が釈迦の財政中に戦乱の木で作らせたという由緒を持つ霊像を模刻したもので、インド中国日本と伝来したことから三国伝来の釈迦像、釈迦に行き移しとされ、 生きているお釈迦様と呼ばれている。長年は、永遠元年日本に帰国後、京都のあたご山を中国の五大山に見立て、あたご山麓に、この釈迦如来立像を安置する寺を建立しようと、したが、様々な障害に阻まれ、一旦、京都の船岡山にある連大寺に、釈迦像を運び込むことになる。長年は、三国伝来の釈迦像を、この佐賀の地に安置することで、 南都系の旧仏教の都における中心地としようとしたものと思われる。すなわち、都の西北方にそびえる阿多ご山麓の地に拠点となる清梁寺を建立することで、相対する都の東北方に位置する比叡山延暦寺と対抗しようとしたという意図が込められていたとされる。しかし、延暦寺の反対にあい、その願いを達しないまま、昭和五年、長年は没した。 彼の意志を継いだ弟子の聖さんが、聖霞寺の釈迦堂に、先段の追増を安置し、家厳州の寺として解散したのが、五大山、清涼寺である。有数念仏との結びつきができたのは、公安2年以降のことである。この年、大念仏中高商人と呼ばれる縁楽が、当時で有数念仏を厳守している。その後、当時で大念仏が、盛んになり、 有数念仏の道場となった。佐賀大念仏が初めて執行されたのは下って下吉三年のこととされる。その後、応仁の乱で本寺の仮乱は消失するが、文明十三年に再興された。協力三年に窓か誉れが当時に入り、初めて十二時の念仏を御守してより、本寺は浄土宗の寺となる。釈迦堂は慶長七年に、 豊臣秀頼によって、鬼神、造営されたが、その後、佐賀の大火が累承し、本堂以下のガランは被災し、また、大地震の被害もありガランの破損は、甚大となる。本寺の釈迦像は、前述の通り、10世紀に中国で制作されたものであるが、中世頃からはこの像は、母国像ではなく、インドから将来された、先端釈迦像そのものであると信じられるようになった。 こうした信仰を受け、元禄十三年より、本尊の江戸に始まる各地への出外町が始まる。また、徳川綱吉の母である、継承院の発願で、仮覧の復興が行われた。このように、三国伝来の釈迦像は、信仰を集め、清涼寺は、佐賀の釈迦堂と呼ばれて栄えた。一方、母体であった聖霞寺は、次第に水尾したが、今に残る弥陀堂や、 阿弥陀三尊像に、その名残をとどめる。木造釈迦如来立像本尊、釈迦如来像の正式の国宝指定名称は次の通り。木造釈迦如来立像割のべ、白並び割のべ重ね作長年将来一、苦造内納入品一切。ありがとうございます。